最近やたらと聞くレールガン開発、なんと日本が世界で初めて成功しているのです。今回はこのレールガンが複数枚の鉄板を撃ち抜く性能を詳しく見ていきます。レールガン開発はアメリカでも断念した開発です。日本が完成間近と小型化され、陸上自衛隊でも利用可能でしす。欠点は電力の使用量が半端ないところでしょう。巡視船にも搭載できるのではないかと考えますし、次世代兵器となり輸出も見えてきます。今のメガネ内閣では無理だよね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上におけるミー試験を艦艇に搭載して実施したと公表し、注目を集めていた。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこのミー試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明した。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業者の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で、横須賀を母港とする開発隊群技術評価開発隊に所属している。この試験艦アスカは、基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に、複数のガスタービン機関を組み合わせたコグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇る。ちなみに、海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として、初の総司階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られている。試験艦アスカは、総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも、海上自衛隊の兵装面では、新型対戦ロケットの07式 VL の試験や、新型艦魚雷の1・2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っている。また、2017年には、地上配備型の1・2式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも巧妙である。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいても、その試験の舞台にアスカが用いられたことは、必然であったといえ、当初防衛装備庁が、この試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方が、むしろ不思議に感じられるほどだ。かつて、レールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は、揚陸艦などの甲板上の面積に、かなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例は、その点からも異例と言えるのではないだろうか。さて、防衛装備庁であるが、この試験艦アスカにおいて実施した洋上におけるミー試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介している。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっている。まず、この動画内では、冒頭に、2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には、電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられていることろから始まる。そして、電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性として、これまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げている。加えて、これまでに、レールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、
敵である金属板を貫通する様子が収められている。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっている。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出される。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を直に向けて飛翔してくる敵ミサイルを今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられている。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は 40 ミリメートル。弾丸の発射時の初速は、秒速でおよそ 2297 メートルを達成。これは、マッハ7弱に相当するものだった。この時、地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては、当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見える。さらに、今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは、未だ判然とはしていない。これまでに、日本の防衛省では、レールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度も、およそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させている。現時点で、日本の防衛省は、このレールガンは、開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだった。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうが、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかる。アメリカでは、日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯がある。これは、アメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれは、およそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを、中国やロシアが開発する事態に直面したことによる。そのため、アメリカでは、レールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそも、レールガンの運用が、そのままで、可能な現行の水上戦闘艦は、スムウォルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったとめされている。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をととめている、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていた。無論、アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDG-X の建造は、早く、とも2028年以降に開始予定となっており、すぐに、ある程度の数が収益することにはならない。そうした観点からも、アメリカがレールガン開発を中止したことは、理にかなった判断だったとも感じられ、逆に、中国海軍は、アメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで、自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられている。日本でも、水上戦闘艦に、連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、
こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装としてまず実用化することが現実的なのではないだろうか。2023年度新田丸基地に F-35B 戦闘機が配備される。また、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストもアメリカで開始される。今回は、護衛艦加賀の最大の変更転換首形状変更でどう変化する最大級のメリットを詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載可能にすることで、南西諸島での中国への牽制が最大化できますし、中国の J-15 戦闘機なら F-35B 戦闘機を少数でも十分対応できます。これは次期空母建造と新進のストブル版を開発で基地化できますが、これできたらやばいよ。海上自衛隊が保有、運用中の艦艇の中で最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、1番艦でネームシップの出雲、2番艦の加賀の2隻が存在しているが、今、まさに航空母艦化改修が進められている。この航空母艦化改修とは、これまで回転翼機の母艦として運用されてきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、固定翼機で、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするためのものだ。こうして出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を完了した後には、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な軽空母となることが目的とされているわけだが、ついに海上自衛隊も航空母艦を保有する組織となる。これまでの政治的な日本政府の立場からすると、1950年代の見解とは、自衛隊が保持しないと表明してきた3つの兵器の具体例に、この出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化は抵触するのではないかとの意見も散見される。米ソの冷戦時代の始まりであり、かつ、太平洋戦争の敗戦の記憶が鮮明であった時期には、日本は自衛のために自衛隊を組織するが、大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器は保有しないと説明されてきた。今回出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改修を施すことは、ここで言われた攻撃型航空母艦の保有に当たるのではないかと、一部の団体から非難が寄せられている状態だと言ってよいだろう。しかし、1950年代に挙げられた大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器を自衛隊が保有しないという政治的な見解は、それらがもっぱら敵国の破壊のみを目的とした、いわば大量破壊兵器に該当するからというのが主たる理由だった。確かにこの2023年末においても、大陸間弾道弾の保有は核兵器保有国に限定されているし、戦略爆撃機に至っては今や保有国はアメリカ、ロシア、中国の三大軍事大国しか存在しないという非常に稀有な兵器と化している。これに比べて、航空母艦は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国は、元より、インド、イタリアなども運用を行っており、おおむね、海洋国家としては、昨今の、世界的な軍事的な状況を鑑みても、保有が即攻撃的だとは言い切れないように思える。そもそも、世界的な軍事の尺度から見て、航空母艦を攻撃的か否かと議論しているような例はなく、
日本が当時置かれた1950年代の政治状況の中で、時の政府が苦し紛れに答弁した回答に過ぎないと言うべきだろう。昨今の日本は、中国による南西諸島方面への軍事的な圧力の増大にさらされており、その状態から抑止力を得るための方策の一つとして、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化することを選択したに過ぎない。これは、南西諸島方面において、仮に有事が発生した場合、日本の自衛隊が利用可能な滑走路は、ほぼ沖縄本島にしか存在しないことが問題視された結果だと思われ、この沖縄本島の滑走路が使用不能に陥った場合に備えたものだろう。また、現状では、沖縄本島に配備されている航空自衛隊の戦闘機は、いわゆる第4世代戦闘機とされている F-15J イーグルのみであり、今後、F-35 ライトニング 2A 型が追加配備される可能性も全否定はできないが、地上喪失のリスクを伴う。それは、仮に、現在の最大の仮想敵国である中国との間で武力衝突が生起した場合、沖縄本島の航空自衛隊基地は、真っ先に、中国側の対地ミサイルの飽和攻撃にさらされる可能性が高く、そこに配備された戦闘機は、地上で無力化される恐れがあるためだ。そのため、そうした最悪の場合を想定し、仮に、そうした事態が生じた場合でも、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機としていれば、航空戦力の投射が可能な状態を保持できる。短距離離陸、垂直着陸が可能な特殊な構造を持つ F-35 ライトニング 2B 型は、兵装の最大積載量も、ベースの A 型の 8.165 トンより少ない 6.804 トンで、さらに航続距離も短いが、南西諸島の防衛には、必須の航空戦力となることが期待される。さて、そんな F-35 ライトニング 2B 型の運用を狙った出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事だが、1番艦、出雲、2番艦、加賀、共に、2023年末時点で、まず、第1回目の主要な工事が施された状態である。2番艦の加賀は、正確には、第1回目の航空母艦化改修工事は、2023年の末までが予定されているが、2023年11月には、出雲に先駆けて、全通式の飛行甲板の先端を拡幅する大工事が完了し、同月中に、一旦、海上でのテスト航行を行っている。2021年度から開始されていた2番艦、加賀の航空母艦化改修工事には、この、最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれていたため、総額でおよそ260億円を超える工事費が投入され、無事にこれを終えている。逆に、1番艦の出雲は、2024年度より、この飛行甲板の拡幅工事を含む第2回目の航空母艦化改修が予定されており、現時点では、出雲、加賀、ともに、2027年度までに、すべての改修工事を終えるものとめされている。航空母艦化改修が、完了した出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する場合、艦内に収容可能な同機の最大数はおよそ10機前後とも言われており、決して、大量の機体を運用するとは言い難い。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルを誇る、海上自衛隊では、最大規模を持つ艦艇ではあるが、航空母艦として見た場合に大きいとは言えないだろう。同様に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の艦艇としては、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦があるが、これらは、いずれも、満載排水量で、4万トンを軽く超過する大型艦である。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦を、F-35 ライトニング 2B 型の艦載に特化したライトニング空母として運用を行うケースでは、同機の最大収容数はおよそ20機とされており、こちらも想像ほどは多くない印象ではある。それでも、
F-35 ライトニング 2B 型のような、いわゆる第5世代戦闘機の戦闘力は、前に当たる第4世代機と比すれば、そのステルス性能ゆえに飛躍的に向上していると言われており、少数でもキルレシオで上回ると目されている。中国海軍の増強の象徴として、航空母艦、遼寧や山道が西太し太平洋方面まで進出して発着艦訓練を繰り返す事態が、ここ数年で報告されているが、これらの航空母艦が艦載する戦闘機は第4世代機の J15 である。したがって、日本や在日米軍にとっては、F-35 ライトニング2のようなステルス機を投入すれば優位に立てる状態であり、かつ、また、2023年末に、ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア軍の第4世代機が多数撃墜された事実からも、同様の展開が可能だろう。少なくとも、日本もライセンス生産にて装備するペトリオットのような防空ミサイルは、第4世代戦闘機に対しては非常に有効であり、その航空機に対してはおよそ 200km ほどとも言われる射程距離内ならば、高い確率で撃墜が可能と考えられる。そのため、南西諸島で中国軍と対峙する場合の航空上の脅威は、陸上の基地に配備された中国国産の第5世代戦闘機と喧伝されている J20 になると思われるが、そのステルス性能が自称するほどではないことを願ってやまない。日本の次期戦闘機開発予算914億円が閣議決定されたという情報をキャッチしました。今回は、この次期戦闘機開発について、見ていきたいと思います。F3 戦闘機の開発が、次のステップへの土台となり、次の F4 戦闘機は、完全な国産化を目指すという話が出ています。ただ、現代の状況を考えると、戦闘機がこれからも必要かどうかは疑問です。新進プロジェクトの XF9 エンジンを活用し、もっと早く国産戦闘機を実現できないのかな。2023年12月22日、政府が2024年度、令和6年度防衛予算案を閣議決定したことが発表されました。それによると、2024年度防衛予算案は、総額7兆9496億円の巨額に上り、過去最高金額になったそうです。その中で、640億円が、日本が、初めて、イギリス、イタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の基本設計、及びエンジンなどの開発費用に、充てるとされています。さらに、次期戦闘機の関連費用として、イギリス、イタリアと共同で設立する予定の共同開発機関への拠出金42億円が計上されました。これは、概算要求から2億円の上積みとなっています。また、次期戦闘機と連携して運用する予定の無人航空機研究など関連 AI 技術研究費として48億円を計上しています。そして、次期戦闘機に搭載する予定で、日本独自に開発を進めている次期、中距離空対空誘導弾用に184億円を計上するなど、総額914億円に達しました。8月末の概算要求に4億円も積み増ししたことになります。次期戦闘機開発計画は、グローバル戦闘航空プログラム GCAP、GCAP という呼称で進めていくと、日本、イギリス、イタリアの3カ国政府から、2022年12月、発表されていました。2023年12月14日には、3カ国の防衛省が、
次期戦闘機開発計画 GCAP を合同で管理する機関として、GCAP、GCAP 政府間機関、本部はイギリスを設立し、初代トップには日本人を置くと発表しました。日本の次期戦闘機開発の流れを紹介します。2035年には、現在運用している準国産 F2 戦闘機の退役時期になるので、その後継機を準国産で開発したいということから始まりました。アメリカ製戦闘機の購入やライセンス生産ではないということです。当初は F1 戦闘機から F2 戦闘機へ受け継がれてきた準国産戦闘機の流れを受けた開発だったので F3 戦闘機と呼ばれていましたが、2010年平成22年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表、将来の戦闘機のコンセプトモデルとして I3 ファイターを提唱しました。I3 ファイターの技術研究は、機体のステルス性研究、開発は、当時の防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が主体になり、三菱重工業がステルス実験用航空機 X2 を試作し、2016年4月22日に初飛行、2017年10月31日まで、合計で32回の飛行試験を行い、ステルス性や機動性の検証を進めました。エンジンも、国産製造を念頭に置いた上で、双発のハイパワースリムエンジンというコンセプトを提唱し、IHI が XF9 エンジンを開発しました。アビオニクス、飛行用の電子機器関連なども含めて、すべてを国内企業が主導する形が開発方針とされ、様々な関連技術の研究、開発を進めていたのです。2020年度、令和2年度、防衛予算に、初めて、I3 ファイターの開発予算が計上されたことに伴って、それまでの呼称を改め、次期戦闘機と呼ばれるようになりました。そして、2020年10月、三菱重工業を開発主体として選定、正式に開発契約を結んだことが発表され、その他の企業として三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社の参画も明らかにされ、いわば、国内企業の総力を結集して開発を進めることが決定されたというわけです。このように、純国産で最新鋭戦闘機を開発する体制が整いました。しかし、これまで、戦闘機開発については、アメリカの統制下にあって、F2 戦闘機も純国産でありながら、機体設計は、ロッキード・マーティン製の F-16 ファイティング・ファルコンの焼き直しし、エンジンも、ゼネラル・エレクトリック製エンジンのライセンス生産だったのです。アビオニクスなどは、日本独自の技術が織り込まれてはいましたが、コアの部分はアメリカによって、ブラックボックス化されていたのです。こういった苦い経験から、防衛省は、日本国内企業だけでの次期戦闘機開発は困難と判断。海外で戦闘機開発に携わっている企業の技術協力が必要として、今までの経緯から、ロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に技術提携を模索していたそうです。2020年12月、防衛省は、これまでの関係が深かったロッキード・マーティンを提携先に選ぶ方向で調整していると公表。次期戦闘機インテグレーション支援として、ロッキード・マーティンが技術を持っているミッションシステムインテグレーション、運動性能とステルス性の両立、コンピュータシミュレーションを駆使した設計作業の技術について支援を受けると発表したのです。しかし、2022年5月頃からは、次期戦闘機開発の技術開発支援企業を、ロッキード・マーティンから、イギリスの BAE システムズに変更する可能性があると指摘されるようになってきました。その理由ですが、次期戦闘機開発計画とアメリカ軍の次世代戦闘機計画との連携度が低いこと、アメリカ軍の次世代有人戦闘機の開発計画が進んでいないので、ロッキード・マーティンの関心が低いことが挙げられています。その一方、BAE システムズは、イタリアなどとテンペストと呼ばれる次世代戦闘機の開発が進んでいて、時期的にも、日本の次期戦闘機開発と重なることがあり、さらに、他の装備品についても、イギリスとの共同開発案件が複数進行していることも理由にされていました。2022年7月19日には、イギリス政府が、日本及びイタリアと、
次期戦闘機の開発で協力を強化すると発表。それを受け、2022年8月14日、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画を統合して、共通機体を開発する方向で最終調整に入ったという事実が日本政府関係者によって明らかにされたのでした。こういった経緯から、日本政府は、ここまで、次期戦闘機開発は日本主導で進めると旗印に掲げてきたので、防衛省内には、GCAP を合同で管理する GCAP のトップは、日本が抑える必要があるという声が高く上がりました。戦闘機開発では、技術的に日本より優れているイギリスに GIGO 本部を置くことは妥当ではありますが、こういったことで、組織のトップが日本人になったと思われます。参加国の提携企業について紹介します。機体開発は、日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルドの3社が、共同で開発を進めます。エンジン部分は、日本の IHI とイギリスのロールスロイスが中心になり、イタリアのアビオも加わる予定となっています。電子システムは、日本の三菱電機と、イギリスのレオナルド UK、イタリアから、レオナルドとエレクトロニカの4社が担当するそうです。蒸気企業の中から三菱重工業、BAE システムズ、レオナルドの3社は、共同企業体 JV を設立しました。本部は、イギリスで、初代トップにはイタリア人がつくそうです。防衛省は、2035年度までに、次期戦闘機初号機の配備を目指しているようです。導入数は、少なくとも約90機を想定しているようです。また、GCAP の一つ、イギリスも、現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として、2035年までの配備を目指しているそうです。ここまで読んできて、一番気になるのは何かと言ったら、やはり原資でしょうね。と言っても、国債発行高は、すでに限界近いということですし、やはり税金から、ということなのでしょうか。防衛増税と言われていますが、それしか方法はないんでしょうか。他の無駄遣いにも目を向けてほしいものです。筆者は、旧民主党政権時代の事業仕分けを思い出しましたが、あれほどスピーディーに雑にしなくても、じっくり吟味して、無駄な事業や交付金などを減らすよう、努力してもらいたいですね。